めっちゃ綺麗やね。このボディのツヤツヤ感伝わるかな。後ろから見るとこうやね。あ、このアングルかっこいいね。割と低速も効きますよね。こんばんは、しげもんです。今日はこれやね。バックマンのサウンド仕様の機関車トーマス。これ開けていきます。パッケージ寄ってみるとこうやね。トーマス&フレンズ。そして、シュッと。デラックス、トーマス・ザ・タンクエンジンと書いてありますね。対象年齢は8歳以上。そして中央にトーマスがゴロッと入ってます。で、ちょっとケースの向こう側見にくいんですけど、サウンドが出るよっていう写真が載ってますね。そして右下。バックマン。そしてパッケージ裏側はこうですね。あ、ここに同じ写真載ってましたね。Here Thomas Steam Sound と書いてあります。ほんで Thomas Eyes Move Side to Side って書いてあります。まあ音が鳴って目動くよっていうことですね。で、右側ラインナップこうですね。以前にトビーを動画にしましたよね。そしてシュッと、なんやらいろいろ書いてあります。なるほど、こうですね。で、このトーマスは以前京都鉄道博物館で展示会をしたんですが、その際にタネさん率いる S&BR チームにいただきましたね。京都鉄博での展示会の際の様子は動画にしてるんで、画面の上側か下側にリンクを貼っておきます。そちらもぜひご覧ください。国内でトーマス関係のモデラーチームといえばもう S&BR って感じになってますよね。すごいよね。ではこれを開けて見ていくなり。ほいだらば開けていきましょう。開封の時はこのね、裏側のここに沿ってナイフを入れていくとケースをズタズタにせずに開けることができます。手を切らないようにスーッとスーッと、よし、ほんでいいかな。で、ここの隙間から出していくっていうことやね。手を切らないように注意やね。では行きましょう。スッと。そしてトーマス出ておいで。いいよ。ほい、出ましたね。めっちゃ綺麗やね。このボディのツヤツヤ感伝わるかな。すごい綺麗。これボディの素材はプラスチックですよね。うん、そうやね。あ、すごい綺麗。では出しましょう。いでよトーマスと、おい、出ましたね。バックマンの機関車トーマス。あ、なんかトーマスを持ってるっていう感じがしますね。何言ってるかよくわからないですね。あ、でもめちゃくちゃかっこいいね。あ、いいね、やっぱトーマスやね。公式側はこうですね。ちゃんとボディに1って数字が入ってます。そしてお顔部分はこうやね。正直顔はそんなに似てないですね。かなりチャイニーズな感じがしますね。でもちゃんとカメラで顔認識はしてますね。で、走行に合わせて目が動くっていうことやね。ははっ。そして非公式側はこうですね。ボディは左右対称なんで違いはないと思いますけど。ほんでお尻部分こうです。連結器、バッファー、ライト、ここら辺は別パーツですね。で、コールバンカーにはモールドですけど石炭が入ってます。あ、いいですね。で、ぐるっと、はい、上から眺めるとこうやね。フロントデッキのライトとかこういうところの細かい部分も作られてますよね。キャブの前にあるのは安全弁のように見えるけど劇中では汽笛ですよね。後ろから見るとこうやね。あ、このアングルかっこいいね。そして車体の裏側はこうですね。アナログサウンドと書いてます。で、連結器は後ろ側だけなんやね。そして動輪とロッド部分ですね。多分駆動するのはこの第2動輪なんかな。うん。で、第1動輪と第3動輪はロッドを介して回転するっていう感じだね。ロッド部分は1本つながってるんじゃなくって、この第2動輪を境に前後で分割されてます。なので、動輪はこのように左右に動きますね。まあ、これで割かし小さい半径のカーブでも問題なく通れるっていうことやね。ははっ。あと中に入ってたのはこの注意書きというか説明書関係と、で、はがき、こんだけですね。はい、これね。これがバックマンのトーマス。さっきね、ボディの裏側にアナログサウンドと書いてありましたが、これは走らせると音が鳴るっていう仕様になってます。ただ注意しないといけないのは、これは DCC 制御ではなくてアナログ制御専用になってます。結構 DCC の車両やと勘違いされて、コマンドステーションで操作して壊しちゃうっていう方がいらっしゃるみたいなんですが、アナログ運転専用ね。アナログ運転専用なんで、線路とパワーパックがあれば問題なく走らせて音を鳴らすことができる。だから天照堂製のカンタムサウンドを積んだ車両に近いものはあるんですが、このトーマスにはデコーダーは載ってないので、
カンタムサウンドの車両みたいにコマンドステーションでの操作は一切できないということですね。一言で言うと DCC 車両じゃないよっていうことやね。はい、では最後にぐるっと走らせて音を聞いてみよう。線路に乗せて、三軸やからレールには乗せやすいね。ほんで今回使用する線路はいつも通り加藤のユニトラック R370 のカーブを使ったミニレイアウトやね。僕の好きな R370、まあ、いつもこれ使ってますけどね。 R370 おじさん。そしてコントローラーはパワーパックスタンダード SX を使ってみる。基本的にサウンド仕様の車両っていうのはパワーパックスタンダード SX みたいな PWM 制御方式のコントローラーって使えないんですけど、このサウンドトーマスに関してはパワーパックスタンダード SX でも問題なく操作できるっていうことやね。テストっていう意味も込めて今回はこれらで運転します。ではトーマス君を走らせよう。いってらっしゃい。お、動いた。動いてるけど音が先になる。あー、なるほど。多分これあれやな、スタンダード SX やからそうなってんのかな。一回パワーパックスタンダード S に切り替えます。はい、パワーパックスタンダード SX からパワーパックスタンダード S に切り替えましたね。 SX みたいな PWM 制御のコントローラーへと多分サウンドが先に起動しちゃうんよね。モーターの回転よりも先に音が鳴っちゃうっていうことですね。だからスタンダード S やったら問題ないはず。では行きます。いってらっしゃい。あ、起動しましたね。あ、そうやね。あ、これやったら問題ないか。速度を上げると音も速くなるっていう感じです。これは逆転機切り替えても一緒やね。あ、そうやね。このスピーカーが起動するときに若干ブツって音は入りますけど、それ以外は問題なく音はちゃんと出てる。割と低速も効きますよね。はい、バックマン製のサウンドトーマス開封して走らせてみましたね。やっぱりこのユニトラックの R370 を通る車両っていうのはすごい魅力的ですよね。デスクトップとか小スペースで遊べるのは嬉しい。あとトーマス本体もちゃんと動いて音が鳴りましたね。速度とブラスト音が同調するっていう感じやね。低速でもしっかり走ってましたよね。たださっきやった通りパワーパックスタンダード SX での操作は問題ないんですが、 SX やとモーターが動き出す前に音が鳴るっていう現象が起きますね。動きとサウンドをリンクさせる場合はパワーパックスタンダード S の方がいいんですが、スタンダード S はスタンダード SX に置き換わっちゃったんで、ここのとこは今後どうなるんでしょうね。というのもこのバックマン製のトーマスシリーズは最近加藤さんが販売してるんですよね。サウンドなし車両は SX でも問題ないと思うんですけど、サウンドはやっぱり同調してほしいんで、中古でスタンダード S を買うしかないのかな。まあ、どっちにしてもトーマスシリーズの車両はこの R370 の曲線を使ったミニレイアウトに最適な車両やと思うんで、個人的にこの組み合わせは最強やと思うんですけど、どうでしょうか。製品のページがあれば動画下の説明欄にリンク載せておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。ではさよなら。